ラジオ沖縄、株式会社ラジオ沖縄、ラジオ沖縄、ラジオ沖縄、インクは、沖縄県を放送対象地域として、中波放送、AM 放送をする特定地上機関放送事業者で、ある。略称はロック。NRN 系列の単独ネット。主要株主は、金州本社、金州グループ持ち株会社、沖縄映像センター、琉球新報、 文化放送、日本放送など。コールサインジョックスアは、かつて、三重県をサービスエリアとしたラジオ三重、後の近畿東海放送に指定されていたが、ラジオ東海、ジュフ時計営統合、合併による東海ラジオ放送、ジョスフの設立より廃止されたものを、本土復帰により、日本の放送法によるコールサインに変更することとなり、使用することとなった。また、 琉球の声放送、厳琉球放送、RBCI ラジオは、1954年に琉球大学財団から、ラジオ沖縄社に放送施設などを委託して、放送していたが、このラジオ沖縄社とは、無関係である。過去には、CES 放送スカイパーフェクト TV、に、衛星ラジオ放送、廃催。ラジオ506を設けて、自社制作番組のみ、同時放送、 全国ネットの時間帯は別番組に差し替えしていたが、2001年9月で終了した。沖縄テレビ放送とは、琉球新報社を通じて友好関係にあるものの、さほど協力でない。1990年代後半、AM 放送事業 RBCI ラジオとの共同経営に一本化し、代わりに沖縄第四局の南西放送の経営に参。 隠する計画もあったが、頓挫した。沖縄の民放 AM ラジオ局で唯一、日本語放送局のみの免許であり、過去に存在したものを含めて、外国語放送局を持ったことがない。ロックの那覇本局の送信書は、南城市大里あざ大里にある。地理的関係から、近隣諸国の懇親が多く、1998年8月1日に、 那覇本局の周波数と出力を変更した。しかし、北海道放送、HBC ラジオの旭川局、室蘭局、延別局、福井放送の本局、東海ラジオ放送の豊橋局、新越放送の松本局、韓国 KBS の高領放送局等と同一、周波数のため、電波が電離層を反射して届く夜間でも、甘み群島の一部を除き、 沖縄県外での聴取は至難である。那覇本局以外の中継局は、渾身の影響を受けづらい、FM 派を使用している。いずれも琉球放送、RBCI ラジオとほぼ同じ場所にあり、送信出力も同様である。かつては、当時用いていた NTT の中継回線が 3.4kHz 帯域のアナログ専用線だったため、 NRN のラインネット番組の音質が悪く、まるで電話でラジオを聞いているような音声で聞き取りにくか。その後、1997年から2000年にかけて、ブナという放送局専用デジタル専用線に変わったため、改善した。同様のケースは、各地方局の中継局にも見られる。他の離島に中継局が整備されてからも、大東諸島には長らく中継局がなく、 那覇本局を直接受信できる時間帯は日中のみで夜間は外国からの渾身で南聴取状態下にあったが2007年4月1日南大東村に NHK 沖縄放送局琉球放送と共同で FM 放送による南大東中継局が設置されたため南聴取状態は解消された 2017年1月30日からサービスを開始した白報道大メディアパートナーズが提供しているアプリラジオクラウドに当初より参加しているラジコも同年10月2日から FM 沖縄と共に参入している企業団体は当時の名称出展那覇本局のみ AM 派で中継局は全て FM 派平日 土曜、日曜、文化放送制作、日本放送制作、火曜会、地方民間放送共同制作協議会制作、男性、女性男性、女性、常時週夜放送が行われていない放送局である、放送時間、5時から、月曜日から土曜日は27時、翌日未明3時、日曜日24時30分、同0時30分に、 放送終了。24時間放送は、ラジオチャリティーミュージックソンと、大晦日から元日にかけて放送する特別番組の、他、台風などの自然災害発生時に、放送のローカルの特別番組を行うのみで常時、週夜放送は、割れていない。毎日、低波を伴う放送中断の時間がある、県域局は他に、岐阜放送ラジオ局、 岐阜ちゃん、日経ラジオ社、ラジオ日経、全国放送、FM 富士、FM 愛媛がある。一時期、火曜から日曜の午前3時から4時に、三話交通が、スポンサーについていた、音楽番組が放送され、放送休止時間が4時から5時という時期もあった。過去に、2005年11月4日放送の、オールナイト日本 R は、ラジオ沖縄の番組、 宮城守と、んちゃんのグーダ女のパーソナリティを務めている津波、新一がパーソナリティだったため、放送したというケースがある。普段ネットはしていない。放送開始時の音楽は、ロックのオリジナル録音で、琉球創曲保存会の演奏による、6段。終了時の音楽は、オリジナル録音で、ピアノ、ビブラフォン、横笛、フルート、鉄筋の合奏による、 竹富島の朝戸夜説のアレンジ曲。琉球王朝から派遣された役人の求婚を断った竹富島の女、アンデ役山の物語を歌ったものであり、琉球王朝に対する抵抗意識を含む曲として知られている。開局以来続いているもので、ナレーションの水意地更新される。現在のナレーションは、開始、終了とも、杉原愛。以前は、金城七やウンサー。 なお、放送開始の時刻読み上げ、朝5時も担当している。正時またぎ番組でなく、かつ時報広告もない場合、主に深夜や土日は、マイセージをお知らせします。ジョックスアのアナウンスが流れ時報となる。全国で数少ない定時コールサインアナウンスを、心がけているつぼねである、他局は1990年代の無線局運用規則の改定により、コールサインは、 アナウンスしなくなったところが多い。現在の定時コールサインアナウンス、朝5時を除くと、番組前の時刻読み上げ、時分です。は、近所7位アナウンサー。キー局からの番組は、スポンサードネットなど最低限の番組、ほぼ全局ネットしかネットされず、夜間帯や、土日もローカル番組を多数持つつぼねである。これは RBC や I ラジオ、FM 沖縄も同様。 バルーン、ティーサージパラダイス、グートゥーミートゥー、ハルザーミュージシャンアイモコの音楽農園、過去のラジオカーレポーター、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。